今日は、Welcome to the party とかで一躍人気ラッパーの仲間入りを果たしたんですが、この間ですね、20歳の若さにしてなくなってしまった、ポップスモークについて喋りたいと思います。ポップスモーク本名バシャー・バラカー・ジャクソンは、1999年にニューヨークのブルックリンで生まれました。で、彼はですね、非常に見た目貫禄があるので意外とね、老けて見られがちなんですけど、意外と1999年生まれの若いラッパーです。アーティストの名前ですね、ポップスモークっていう名前の由来は、祖母が名付けたニックネームのポッパと、幼少時代の、友達が名付けたニックネームのスモーク、これが合わさってポップスモークになったそうです。で、彼はジャマイカ人の母親とパナマ人の父親の元で生まれました。で、彼が幼少期を過ごしたのは、カナージーっていう地域で、それはブルックリンの南東にある、中流階級の働いてる人が多い住宅街だそうです。実際ですね、自分もニューヨーク、まあブルックリンも含め行ったことあるんですけど、非常にですね、イメージとしては全く地域によって雰囲気も人種も違うっていうような感じでしたね。例えばブルックリンでいうと、マンハッタンに近い方のウィリアムズバーグって地域があるんですね。マンハッタンは非常にまあ観光地、タイムズスクエアとかが多いところなんですけど、のウィリアムズバーグ、それに近いウィリアムズバーグってところは非常におしゃれな雰囲気、おしゃれな感じの雰囲気があったんですけど、それこそ南東の方ですね、ブルックリンのもっと奥の方に行くと、まあ自分はですね、歩いてたところの横に、小学校があったんですけど、で、下校中の小学生みんな、黒人のキッズでみんな楽しそうに喋りながら下校してたり、歩いててもね、ほとんど多分8割方くらい黒人の人が多かったりで、非常にね、まあ、場所によって人種とか雰囲気が全く違うっていうなっていうふうに思いました。で、ポップスモークがインタビューで言っていたのは、フッドのキッズなら、オプション、選択肢は3つしかないと、1つ目はバスケをすること、まあフットボールもそうですかね。で、2つ目がドラッグを売ること、で、3つ目がラッパーになること、この3つしかないっていう風に言ってました。で、この3つ全て俺はうまくできたんだっていう風に言ってました。ポップスモークが13歳の時に敵対するギャングの子供、まあ、キッズ何人かに、殴られてるっていう動画が、アップされて、それがね、少し有名になったんですけど、ですが、まあ、その7年後にですね、ポップスモークが自身の YouTube チャンネルです、当時彼を殴ったやつのうちの1人をセブンイレブンでボコボコにするしてリベンジを達成するっていう動画があったので、まあね、もし気になったら見てみてください。まあそんなね、ストリートなライフスタイルを送っていたポップスモークなんですけど、まあ最初はね、バスケをやっていました。で、彼はですね、バスケットも非常にうまくて、大学の奨学金スカラシップを狙えるぐらいの、選手だったそうなんですけど、15歳の時にですね、病気が見つかって、まあ、それ以来、本格的にバスケをすることはやめたそうです。まあそれでですね、まあ、バスケができなくなったポップスモークは残りの2つのオプションを始めることになります。で、彼がですね、ラッパーとして成功する前は、ドラッグディールをしてお金を稼いでいました。で、彼はですね、まあ彼自身もインタビューで全部うまくできたって言っていたように、16歳の時に自身にドラッグで稼いだ金で BMW の5シリーズを自身に買ったそうです。ですがですね、やっぱりそういうドラッグを売るとか悪いこととしてお金を稼ぐっていうのはリスクはつきもので、実際にですね、彼は、銃とか兵器に関する、罪で2年間ほど自宅軟禁を食らったこともあります。残る一つのオプションのラップですね、彼はですね、非常にラッパーとしてのキャリアは浅くて、2018年にラッパーとしてキャリアをスタートさせました。で、どうやってスタートさせたかっていうと、まあですね、友達とスタジオで遊んでいて、で、そこでラップをしたそうです。で、やっぱりですね、今の時代っぽく、まずビート、最初は YouTube でトラックを拾って始めていました。その後ですね、ポップスモークは、ユニバーサルミュージックグループ傘下の、ビクター・ビクター・ワールドワイドっていうとことをサインをして、本格的にラップに力を入れるようになります。で、またですね、 YouTube 上で、808メロっていう、UK のドリルシーンで活躍するプロデューサーがいるんですけど、そのプロデューサーとポップスモークがコネクションを持つことになって、その808メロは、後にポップスモークの曲をたくさん手掛けることになります。で、この UK ドリルって言ったんですけど、 UK ドリルって何っていうことを説明すると、簡略的に説明すると、まずドリルミュージックっていうヒップホップのですね、ラップの一つのサブジャンルみたいなのがあるんですけど、それはシカゴで生まれました。
で、シカゴのタフな環境から生まれたドリルミュージックの特徴としては不穏な、不気味な感じのトラックの上に、バイオレンスとか、暴力的な歌詞、ラップをするっていうようなスタイルです。で、それが UK、イギリスに派生して、そこでまた育って、それがまたブルックリン、ニューヨークのブルックリンに派生して、そこでまたブルックリンドリルっていう風になって、で、そのブルックリンドリルの筆頭がポップスモークです。で、彼の楽曲についてなんですけど、まず欠かすことができないのが Welcome to the Party ですね。まあ彼の最大のヒット曲であり、彼が世に知られるきっかけになった曲です。で、この曲は彼が、インタビューで言ったのは30分で書き上げたと言ってました。で、あとですね、ニッキー・ミナージュとかスケプタとかも、この Welcome to the Party をリミックスして、大きなその夏のムーブメントになりました。で、この曲はですね、まあ不気味で不穏な感じのトラックに、ポップスモークのラップの、ラップとしては非常にですね、声が低くて深い声ですね。で、その不気味なトラックとその声がマッチしてて、すごいかっこいい曲です。で、やっぱりそういう不気味なトラックとかもあって、ぜひクラブの音響とかで聴いてみたい曲です。で、他にですね、こういうスタイルのラッパーってね、声もそうなんですけど、あんまりいないので、ぜひ一回ね、皆さん耳で、自身の耳で聞いてみてください。で、まあリリックとしては、まあ女とか金とか、あとガンとか、まあそういうですね、自身のストリートのライフスタイルについてラップしてる、まあドリルらしい、音楽になってます。で、その Welcome to the Party が、非常にバズを起こして、その勢いのまま発表したのが、Meet the Who っていうミックステープになります。このミックステープ、まあ先ほども話した、808 メロウですね、がほとんどの曲をプロデュースしました。で、 Meet the Who の Who っていうのは、まあブルックリンには2つの、大きなギャングがあって、1つが Who で、もう1つが Chow かなっていうんですけど、で、ポップスモーク自身が Who に所属しているので、まあ Meet the Who っていう、まあその言葉を取って Meet the Whoっていうミックステープの名前になります。で、その中からですね、また一つ曲を紹介したいんですけど、それが、ポップスモークの、代表曲の一つでもあるディオールです。で、この曲はですね、非常にライブの映像とかもあるんですけど、まあフックの部分で非常になんかブランド、まあディオールっていう歌詞もそうなんですけど、ブランド名とかデザイナー名とかを連呼するっていうところで、みんなが大合唱っていう感じですね。で、彼のラップはですね、一定のリズムで、何回も連呼したりするような感じなので、意外とね、覚えやすくて、まあある意味キャッチーなのかなと思います。それで、まあまたですね、彼の勢いはとどまらずに、最近ね、2月7日にも Meet the Who 2を発表しました。で、このミックステープには、客演でクエーボとか、あとエイブーギーとか、まあそういうね、そうそうたるメンツが揃ってて、まあそれがですね、ポップスモークの、成功を証明していると思います。で、このまたね、 Meet the Who 2から、おすすめの曲を紹介すると、 Get Back っていう曲ですね。この曲はですね、まあ UK ドリルの影響を強く感じる不穏なトラックの上で、ポップスモークのまた新鮮なフローが聴いててかっこいい曲です。まあで、そういう感じでですね、徐々にキャリアを積み重ねて、まあスターのラッパーになったんですけど、先日2月19日に、殺害されてしまいました。で、彼はですね、Airbnb っていうサービス、家を空き家みたいなのを借りるみたいなサービスがあるんですけど、それでハリウッドですね、の生活を満喫していたそうです。まあ殺される前には、ハリウッドのプールとか、まあ夜景とかを SNS にアップしたりして、まあ楽しんでいる様子がアップされていたんですけど、その中でですね、彼が新しい服を買ったっつって、まあその服をフレックスしてたんですけど、そこにですね、タグ、住所の書いたタグがチラッと映ってしまって、そこで住所を特定されて、まあ狙われてしまったんじゃないかっていう風に言われています。まあポップスモーク自身ね、まだ20歳で、まあキャリアも浅くて、まだ始まったばっかりで、ここからさらにどんどん、スターダムのし上がっていくっていうようなラッパーだったんで、才能あふれるラッパーだったので非常に残念です。で、彼自身もですね、まあ世の中に対してポジティブなメッセージを、出していたりしていたんですけれども、まあ彼のね、彼自身の音楽、彼の残したレガシーっていうのは残っているので、ぜひね、皆さんに、彼の曲とかをね、聴いてもらえたらなと思います。はい、では今日は、ポップスモークについて喋りました。では、ご視聴ありがとうございました。